トラベルセッテ峠は、コティアンアルプスにある高さ2947メートルの峠である。イタリアのクリスソーロとフランスのアブリエスの間にあり、モンテ・ビーゾ山とモンテ・グラネロ山を分けている。峠を越える車道はなく、遊歩道があるのみである。1478年から1480年にかけて、長さ75メートルの人用トンネルであるモンテ・ビーゾトンネルが建設されている。 戦像と共にアルプスを越えるハンニバル。トラベル設定峠は有力な候補である1950年代にロンドン自然史博物館の館長であったギャビン・デビーアがハンニバルのアルプス越えルートとしてトラベル設定峠を提唱した。しかしながら著名なポリュビウス研究家である FW ウォールバンクは1956年にこの説に対して反論した。しかし、 2016年になって、デビーアの説を支持する証拠が見つかった。地質学者のウィリアム・マハニー等は、峠近くの大便に由来すると見られる、堆積物が数千の人間や動物の移動によるものであり、炭素同位体分析の結果から、紀元前218年頃のものと報告した。しかしながら、炭素14を用いた年代測定方法は、 前後60年ほどの幅がある。このためマハニーラの発見により、アルプス越えの経路が確定されたわけではない。ありがとうございます。